はい。皆さん、こんにちは。ワンダルグルページです。では、今回は、ハーツオブアイアン4続きをプレイしていきたいと思います。前回はですね、いわゆるインドシナ半島から、日本軍を駆逐してですね、さらに北進をしていたところなんですが、一旦戦線が伸びきってしまった感じもありますので、本来目的のね、国境の防衛というところに一旦、軸を戻したいと思っています。なので、せっかくね、前回トンキンの海軍基地、日本海軍基地を攻略するのに一番、言ってみれば貢献した対陸軍なんですが、これはね、残念ながら中国のものになっている、中華民国のものになっているんで、このままね、持っておいてももったいないと。中華民国のために陸軍を残しておくのももったいないと。というところもありますんで、ここはですね、歩兵、それに自動車化大隊含めて一度ね、国内に戻します。この後ね、日本軍がこのまま潰れるともちょっと思えないというのもありますし、一旦ね、戦線を確認しておくという重要性もありますからね。日本軍の、いわゆる反撃が始まる前に軍勢を戻しちゃいましょう。特にね、海岸防衛は重要ですからね。資源で言うとね、結局この微妙な位置にいる、これね、これが誰のものになったのかっていうのをちょっとね、確認したいですよね。トンキンの海軍基地が。でもトンキンは、シャムが支配してるって言ってるぐらいなんで、おそらくね、受領のものになってるんじゃないかなと思うんだけど、なってないね。なってない。なぜなら、タングステンが、ここだったら38分の30入るはずですけど、入ってないもんね、こうやって貿易のところ見てみると。いや、残念だな。ゴム国家にはなりましたけどね、完全なるゴム国家。ゴムのね、採掘量は圧倒的なものになりましたけど、残念ながら、トンキンは中国のものになってんのが、高骨だな、やっぱり。狡猾ですね、中国は。日本軍が早速もうここで反撃に出てるね。いや、撤退しといてよかったね。日本陸軍の攻撃力はやっぱりえげつないものがあるんで、まともに戦っても、残念ながら勝ち目がないっていうのがありますからね。さあ、このまま国内にまずは無事に戻ってきてもらわなきゃいけないんで。国内に退避しましょう。で、その後に、いわゆる海岸防衛ですね。
さあ、戻ってきたかな、そろそろ。自動車化代替だけちょっとまだ戻りきれてないのが、北側の防衛は、まあ、インド帝国、イギリス領インド帝国に任せておけばいいんで、イギリス領インド帝国の軍勢が北に張り付いてる限り、まあ、そこを突破されてからね、あるいはそこで食い止めてる間に軍を動かせばいいんで、どちらかというと今は海岸防衛だよね。特にこの日本海軍の強襲上陸ですよね。これが一番怖いんで、これに備えて、ちょっとね、少しずつばらまいておきましょう。マレー半島に上陸される恐れもあるんで、そこもちょっと怖いんですよね。マレー半島には自動車化代替を配備して、そこでカバーしますか。で、バンコク一帯にはね、この後徴兵をかけている、軍が招集されたら配備されていくので、そこでカバーしていきましょう。建設でいうと今は海軍の基地、まあ造船所ですね、いわゆるそれがマレー北部に建てていて、その他がちょっともう全然立ってこない感じだな、しばらくね。他まだ余裕があるところがあるかっていうと、もうないんだよな。こうやって見ると、まあシャム、いわゆるタイとラオス、カンボジア、あとはインドシア南部にトンキン、まあ、トンキンはもうほぼほぼベトナムですよね、インドシア南部と合わせて。本当に日本軍の動きが怖いからな。日本軍が再びね、盛り返してきてる感じもありますからね。本当にね、この日本軍の陸軍の攻撃力、ドクトリンと合わせられた時の強さ、めちゃくちゃ強いですからね。さあ、ほぼほぼ、タイ軍の方も、各々の戦闘計画というかね、
防衛計画に基づいて動き出しているので、当面の間はこのまま敵の動きを見守りましょう。まあ、台湾あたりにね、日本軍の巣窟があるのかもしれないんですけど、今のね、タイには海軍戦力と呼ばれるものが全くないんで、唯一の駆逐艦もいつ沈められてもね、おかしくないっていう状況なんですよね。もうそう考えると、このまま現状維持と。香港が陥落か。となると、まあ、香港はもともとイギリスが所持してましたよね。どうしようかな。ペニンシュラに、日本軍の司令部が置かれてたんだ。香港はね、まあ、いわゆる、なんていうのかな、ツイッターの方を見ていただいている方はご存知かもしれないんですけど、いわゆる、まあ、夜遊び的な目的でも行きますし、あとね、奥さんとディズニーがあるんですよね、香港に。香港ディズニーランドとかにもね、遊びに行ったりして、通算でどうだろう、もう5、6回は遊びに、もうちょっと多いかもしれないかな、遊びに行ってるんですよね。日中はね、少しスモックがかかったりするんで、まあ、環境が決していいというわけではないかもしれないんですけど、やっぱり楽しいですね。まあ、ここなんですよね、ここ。香港。今までのパターンはね、もう香港ですね。香港に行ってマカオにはフェリーで渡る。ただ今だとマカオに直行便が出てますよね。なのでね、一度ね、マカオに直行直帰してみたいなとは思ってるんですけど、最近はもう、ご存知かもしれないんですけど、ほぼほぼタイにはまりきって、タイから出られない。バンコクから出られないっていう状態になってしまってるんで、なかなかね、その奥さんと遊びに行くっていう以外の、ソロの旅とか男同士の旅ってなると、どうしてもね、最近バンコクになっちゃうんですよね。ただそれにしたって日本軍再び大規模な攻勢かけてるな。まあそういう意味では、でもインドシナ半島から駆逐できたというのは正解ですよね。大きいですよね。資源不足に陥ってるけど、鉄だよな。鉄が全然足りないんだよね。まあ、ゴムは足りてる。いや、ゴムでもそうは言っても結構使っちゃってるんだな。どう考えても、でも鉄の2が足りてないよね。鉄をね、ちょっとどっからか輸入する？そうなると、輸送船の数が足りてないからね、どうにもならないんだけど。やっぱ民需工場が必要ですね。このままだと建築が進まなくなってでもいいから鉄を輸入するかって言われると、まだまだ生産力の乏しいタイとしては民需工場とか作りたいからな。直近の脅威はなくなってますっていうのも大きいよね、そういう意味だと。今まさに日本軍の侵攻を受けてるとかってなると、それでもいいから装備を作るための鉄が欲しいってなるんでしょうけど、今ね、インドシナ半島からは完全に日本軍を相当してますからね。
あとはできれば飛行機とかもね、作っておきたいんですけどね、今飛行場2つ、さらにカンボジアも合わせると3つの飛行場を持っているんですけど、日本軍、うん、大軍としては。そのうち1箇所にしか実質飛行機を配備してないので、稼働が3分の1なんですよね。ちょっともったいないかなっていう感じもするからな。さあ、日本軍の動きを追っておきましょう、しっかり。完全に海岸から上陸して内陸に向かっていってますね。ただアメリカ軍はね、連合国側として参戦はまだしていませんからね、一刻も早くね、アメリカが参戦してくれるといいんだけど、日本陸軍はもうかなり進行してきてますね、内部の方まで。ここにも進行してきてるよね。そうすると工業系のを入れて、ちょっとでも早くその建設が進むみたいなやつを入れとく。建造速度がプラス 10% されるとかね、こういうの入れて少しでも建造速度上げましょう。今だと全然進んでないからね。海軍戦力がね、駆逐艦一隻ですからね、ちょっと勝負にならないんだよな、日本海軍とは。もうこの1942年とかってなると、ヤマトの計画も発動してるはずですからね、もうそれほど、弩級の戦艦が作れる、あるいは保持している日本海軍に比べて、駆逐艦一隻しか運用できてないタイとは、雲泥の差がありますからね。一番怖いのがやっぱ海からの強襲上陸、これには備えておきたい。ただひとたび上陸されるとね、とにかく日本軍は攻撃力が鬼なんで厳しいんですよね。さあ、一応各部隊ばらまかれたかな、こうやって見るとしっかりと各配置についてくれているようなので、まあ海岸防衛はひとまずは安心ですね。まあその防衛網の隙をついてこられると一巻の終わりではありますけど。
鉄とアルミさえ手に入れば、本当に航空機もね、バンバン作っていきたいんだけどな。ちなみに、鉄もアルミももう、間近で得るのは難しいので、資源的なものをね、その自分の力で取りに行くっていうのはもはやできない。まあね、せめてここが取れてればっていうのはありましたけどね、トンキン。違う、南寧ね。南寧が取れてればっていうのはあったんですけどね。アルミに至っては何、取れる場所なんてないんじゃないの？この近くに。あ、ここにちょっと取れるか。でもまあそんなもんか。って考えると、やっぱ輸入に頼らざるを得ないんですけど、輸入するための備品がまず揃ってないんですよね。輸送船もそうだし、貿易の機材もないしっていう考えるとね、もう今ある陸軍で対抗していくしかないんですよね。じりじりとではありますけど、確実に日本軍が侵攻してるのがよくわかるな。日本軍の反攻作戦が確実に始まってますね。ここで日本軍がまた資源を得るようなことになると、またそれで日本軍が強くなりますからね。さあ、ではちょっと動きがなさそうなので、日本軍の反攻が始まっているというちょっとね、見過ごしがたい状況ではありますが、一旦ここで終わりにして、次回この続きをねプレイしていきたいというふうに思いますので、引き続き皆さんの応援ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。